Market Scramble。 月曜夜はマーケットスクランブルよ。はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。フリーアナウンサー大橋ロコです。今夜のマーケットスクランブルはサンワード貿易ストラテジスト松永英さん、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてサンワード貿易チーフアナリスト陳長貴さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この3人でお届けしてまいります。11月20日ということで、はい、今週は感謝祭とサンクスギビングといって、ね、日米ともに同じ日にお休みがあるんですが、はい、そろそろその年末のクリスマス商戦が始まるということで、カレンダー的には年末意識する時期に入ってます ね。ところがもう11月半ばぐらいからマーケットも急変してますね、はい、どうでしょう。株式市場結構なんか嫌な感じじゃないですか。まあ本日ちょっとお話ししたいと思いますけど私的にはちょっと調整に入ったと思ってます。なるほど、はい、株式市場それから為替市場でもなんとなくこう嫌なムードになってきているという中 で、 うで、ね、コモディティはどうなんでしょうかというところを今日は伺っていきたいと思います、はい、まず前半は松永さんに原油とゴム、はい、そして後半は CM を挟んで陳さんに、まあ株為替、など伺って、はい、あとゴールドなんかも ね、 そうですね、プラチナも伺っていきたいと思いますのでご期待ください、はい、ではまず前半戦です、はい、原油価格なんですが、なんか足元ちょっとこう波乱含みではありますけれども、高いところにいますね。そうですよね、うん、ただまあ今月8日に年初来高値をつきまして、まあ、それからじりじりとちょっと落ち始めているんですね、はい、でこれまでの原油市場は、まあ、あのイランとかイラクとかレバノンとか、まあ、中東の地政学的リスク、はい、で度重なるハリケーン、はい、でオペックの協調減産延長に対するあの要人発言、はい、まあ、そういったものでずっと上がってきたのですが、はい、まあ、ここで注目すべきは、まあ、あれほど騒がれた中東の地政学、はい、全くちょっと話題に乗らなかったなと。じゃあそろそろその地政学ではなくて、うん、まあ、というよりも相場が上昇基調にあった時には、うん、やはりその使用材料に敏感に反応したけど、はい、まあ、テクニカル的にこう下落に転じると話題にも乗らなくなってきた。なるほど。まあ、それでもやっぱりちょっと下ってきたのかなという感じであります、はい、あとは11月30日がオペック総会ですね、まあ、そうなんですよね、まあ、今年5月のオペック総会でも協調減産減産の合意が延長決定したんですが、はい、決定した日が2ドルぐらい大暴落して、その後1ヶ月間で10ドルぐらい暴落したので、はい、まあ、今回もその噂で買って事実で売れという展開になるんじゃないかなと見てます。ちょっとチャートをご覧いただきますと、これはニューヨーク原油とニューヨークダウの冷やし、はいはい、見ていただくと、まあ今年の6月頃から、まあ、両方ともダウも原油も安定して上昇してるんですよね、はい、で結局リスクオンになれば油上がるのかと、うん、まあ、ファンダメンタル的にはいろいろ、ね、後付けすればあるのですが、はい、やはり原油市場は株式市場の顔色を見て動くのかと、うん、でダウが弱くなってきたらもうね、てきめんに原油市場も弱くなってきているので、はい、まあ、今後の株式市場の動向が原油市場の大きなキーを握っているんじゃないかなと、はい、やはり相関性が強いですね。相当強いですね、はい、まあ、次にその東京原油と日経225、はい、で国内市場の方を見たらですね、でこちらはあの今年9月頃から、はい、急激に両方とも上昇しているんですね、はい、で円安というのはその日本の株高要因でもあるけど、はい、東京原油の上昇原因でもあるんですね。コモディティはプラスですね、うん、ただここに来て円高がきつくなってくると、うん、日経平均が急落し始め、はい、で東京原油も急落し始めたと、まあ、円建て銘柄にとってはこの為替はやっぱり絶対ですので、うん、この日経の上髭強烈ですもんね強烈はい、これもやっぱりまあ同じタイミングだなっていうのがよくわかりますよね。そうですよね、はいはい、では需給どうなんですかね今ね。まず次がその最大の注目のファンドポジション、マーケットの売り方買い方、先週末の発表ではですね、はい、東京原油 の、 そのファンドポジションの方がですね、はい、あ、ニューヨーク原油におけるファンドポジションが59万枚に達したんですね、はい、このチャートでは54万枚ってなってますけど、はい、先週末の発表で59万枚、最新データではさらに買い越しが増えた、うん、増えた、過去最高、
過去最高まで買ってるんですか。結局今年2月に55万枚まで増えた時、うん、これが当時の過去最高だったのですが、はい、その時にニューヨークゲームも天井打ってるんですよね、はいはい、で今年のその7月頃に買い越しが最も減った時がそこね、はい、で今回が買い越しが過去最高、はい、でそれから考えたら、まあ、ファンドの改ざんから考えて今年2回目の売り場到来ではないかと。そろそろ手仕舞いに入るんじゃないの、うん、過去最高ですもんね。そうですよね、はい、まあ、これから見たらやっぱり売りたいところの際になってきたんじゃないかなと思います。ファンドポジションはもうパンパンにロングということですね、はい、ではその原油そのものの需給環境というのをちょっと見ていきたいんですが、最近は在庫が減った減ったでこう上がってきたのですが、はい、ここに来て2週連続で増えたんですね、はい、でこれはそのまず中東の地政学リスクが高騰したので、はい、まあ、それによってその中東産原油が急上昇し、はい、アメリカの原油輸出が急増したんです。この青い線がアメリカの原油輸出、はい、でアメリカの原油輸出が通常の3倍ぐらいに膨れ上がったので、それでアメリカの在庫がどんどん減ったのですが、なるほど、それを在留した側面もあったということですね、うんうん、ここに来て WTI 原油も相当上がってますので、うん、はい、アメリカの輸出が通常水準まで落ちたんですね。そうです、見事になんか落ちてきましたね。そうするとやっぱり国内在庫もどんどん増えてきたと、うんうん、なるほど、だから今後は、アメリカの在庫はちょっと増え続けるかなと、はい、これは相当原油市場に対する圧迫用になってきました。弱材料ですよね、うん、はい、でも生産の方どうですか。シェール生産、これはすごいんですね。すごい、はい、うん、で、まあ、生産のグラフ見ていただくとですね、はい、ちょっといびつな形になってるんですが、これはハリケーン、うん、ハリケーン、あー、ハリケーンのちょうど8月と10月に極端に落ち込んでまして、まあ、これは大型ハリケーンの到来ですから、まあ、致し方ないんですが、はい、年初から見るとアメリカの原油生産というのは1割ほど増えてるんですね。最終地点は増えてますね、結局ね、増えてますね、うん、まあ、ここに来て2週連続で年初来最高を叩き出しているような状態になっています、うん、生産増加、そして在庫もこれから増えるだろうと、うん、で、まあ、ここの水準に来たので、うん、A、アメリカのシェール企業が大量にヘッジ売りかけてるんですね、はい、もうこの水準でだったらいいと、先物売ってる と、だから今後しばらくアメリカの原油生産は増え続けるだろうと、はい、で今年2月にも55ドルグラムで油が上がった時に、はい、大量にヘッジ売りかかったんですね、はいはい、それが今回 その増産につながりましたので、はい、今回の高値、まあ、値上げを呼ぶと言いますけど、ええ、相当アメリカの生産を増やすんじゃないか。もうヘッジしちゃうということは、まあ、あとは、ね、どんどん作ろうということにつながりますもん ね、うん、そうですね。でシェールの生産コスト平均的には今45ドルぐらい、ええ、だからゆくゆくは45ドル付近までの下落もあり得るとは見てます、はい、ということで、まあ、OPEC 総会も近いですけれども、そろそろもう下落に要注意ということで、うん、前回は OPEC 総会の当日暴落ですから、はい、今回はもしかしたらOPEC総会の前に発表するかもという発言もあるので、はい、もう今月30日を待たずに売った方がいいんじゃないかと思います、はいはい、そろそろ下落ですね、うん、そしてゴム、ゴムなんですが、まあ、原油市場が、ね、売りの推奨銘柄であったらゴムは私にとって買いの推奨銘柄なんです、はい、チャートをちょっと見ていただきましょうか、はいはい、で190円付近まで下がってまして、うん、6月の180円付近とはちょっと違うのですが、為替が当時より4円ほど違いますので、はい、為替換算も入れたら大体同じぐらいの値段になって、あ、そうなんですね、大体ダブルボトムになってくるんじゃないかなと見てます、はい、その背景にあるのはやっぱ海外のアジア市場いかがですか。そうですね、で上海ゴムのチャートを見ていただいたらですね、はい、これ14日に大暴落してるんですよ。本当だ、何ですかこれ、うん、これは突然だったんですね。突然、はい、で夜間取引で11時半から12時にかけて、それまでは小幅高だったんですよ、30分間で 6% 安まで大暴落しまして、30分でこの陰線ですか。そうなんですね。何があったんですか。で原油が急に下がったと。あ、原油安に釣れちゃったんですか、うん、だから原油が、ね、2ヶ月半上げ続けた原油が突然の大幅安になったので、はい、パニックリ食らったんですよ。これ原油上げても相関しなかったのに、下げるときは相関しちゃうんですね、うん、やっぱ大きかったから。大きかったってことですか。それに、うん、夜間取引の終わり品でもう商いがあまりない閑散の時ですから、薄いときにちょっとやっぱりこう連動して、うん、それでパニックいっちゃったかなというところになってます、はい、でまあでも時間経過とともにこのパニック売り、まあ、ゴムの弱材が出たわけじゃないので、相当戻ってくるんじゃないかなと、はい、じゃあゴムのファンドポジション今どうなってるんですか。もう売りなんですみんな売ってるの。そうなんですよ。原油とは逆ですか。で原油とは逆に東京ゴムにおける、ね、ファンドなど
あの外国商品取引業者経由の売り越し枚数、はい、これが実は、昨日現あ先週末現在で、年初来最高、青いのがそうですね。そうですね。で実は、今年の6月にも一度年初来最高を記録した時がありまして、はいはい、その時に年初来安値を記録してるんです、はい、で今回はそれをあの超えたんですね、はい、あの先週末で、はい、だから原油と一緒でファンドの売り算が一番増えた瞬間が底値ですし、はい、逆にファンドが買いに回ることもあるので、はい、買い算が一番増えた時が天井圏になるのはもう原油市場とそのままですから、今マーケット見渡すと売り越しが年初来最高にいってるのが、ね、シカゴコーンと東京原油、はいはい、買いが年初来最高がニューヨーク原油、はい、その辺でその売り銘柄、はい、買い銘柄をその分けていくのもどうかなと。ポジションがもうあの極みのところまで来てる銘柄ということ で、ね、このゴムも年初来の最高水準まで売ってるということ で、ね、買い戻しがありそうですね。特にゴムの方はあの、うん、洪水の被害が出る恐れが。洪水ですか、うん、で産地、東南アジアの海面温度のグラフがあるんですが、はい、この東南アジアの海面温度のグラフのこの上の数値が、はい、あの東南アジア周辺の海面温度、はい、昨年のピークを超えて2011年のピークに連らせで、これはあのペルー沖の海温が、はい、あの海面温度が下がって、はい、東南アジアが上がるのはラニーニャ現象の特徴、はい、気象庁は 60% の確率で発生すると言ってますし、今、はい、近年最も大きな大洪水だった2011年、はい、その時の海面温度まで上がってまして、はい、衛星写真で見ても東南アジア側は相当その積乱雲の発生が多いので、はい、来年の1月に向けて、あの天然ゴムの主生産地タイ南部で、はい、何度か洪水被害はあの免れないと。はあ、そうなると、はい、供給障害ですよね。相当そのゴム価格も上がっていくんじゃないかと見ております。生産地が、まあ、洪水でこう水に浸ってしまうリスクが、このラニーニャ現象が、まあ、起こればその高くなるということで、これあの海温 の、 その温度というか、こういうのもゴム相場見る上ではチェックしてるんですね。そうですよね。もうチェックで衛星写真見るときには、ね、はい、もうねあのアメリカ側と東南アジア側が 見比べていただいたらもう一発で分かります。あ、そういうもんなんですね。この気象図もあの読み解くわけですか。赤い印のところに雲が多くて、はい、青い印のところの雲がほとんどない状態がずっと続いてますので、はい、相当産地は今年被害を受けるんじゃないかと。はい、洪水のリスクがあるラニーニャになると、その積乱雲が発生して雨が降りやすくなるという環境が整いつつあるということで、今パンパンに、売ってるファンドが、ちょっと慌てて、はい、これを買い戻す、踏み上げられるというような相場も近いんじゃないかということですね。はい、どうもありがとうございます。では一旦コマーシャルです。さて後半はサンワード貿易チーフアナリスト陳兆基さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。陳さん、まずはちょっと為替市場、はい、ドル円相場なんとなく異変が起き始めているかなと、ね、はい、はい、まあ、私自身は、ね、ちょっと予測してたんですけど、お、はい、こちらの、ね、チャートをご覧いただきますとですね、はい、案外規則的にドル円って実は動いてまして、この左端の11月9日、はい、これアメリカの昨年の大統領選挙の時なんですね。わ、でこれをボトムにしてですね、はい、まあ、大体1ヶ月上がって1ヶ月下がるというサイクルを繰り返してたんですね、はいはい、まあ、ところが7月11日から9月8日までのこの下落、円高のサイクル、これ2ヶ月だったんですね。伸びちゃったんですね。そうですね、はい、で9月8日からこの11月6日まで、これが大体およそ2ヶ月の上昇と。お、そこで上値が重くなっていた、はい、そう、それで、まあ、あの円高サイクルに入るだろうなと思ってたんですね、はい、
まあ、この先、まあ、2ヶ月なのか1ヶ月なのかちょっと分かりませんけど、はい、まあ、いずれにしても日柄的にはまだ円高サイクルにありますので、まあ、1ヶ月としても12月の頭ぐらいまではこの円高基調は続くんではないかと。もし長ければ来年にかかって、上旬ですねまで、はいはい、もうちょっとこう買いの目ではなくて戻り売りで下落トレンド、円高基調が続くだろうなというふうに見ております、はいはい、では株式市場なんかはどうですか。そうですね、これもですね実はちょっと面白いサイクルがあってですね、日経平均株価なんですが、はい、まあ、やはりあのボトムは昨年11月9日のトランプ大統領のね、ですね、はい、まあ、ただその後トランプ大統領氏が、うん、当選したことを受けて、はい、新政権への期待から株価が大幅に上昇してですね、はい、日経平均もそれにつれて上がったんですけど、はい、12月20日に200日移動平均線との乖離率、はい、この下段の赤いラインなんですけれど、はい、これが 15.68% まで上昇したんですね、はい、でまあ、これが買われすぎとなって、4月17日までちょっと調整局面が続いたと、はい、で11月9日から4月17日までは107営業日かかボトムから次のボトムまでが107日だったんですね。そうなんですね、はい、でそこからまた反発に転じて9月8日、はい、ここでまたボトムをつけるわけですが、これがだいたい102日なんですね。だいたい同じぐらいなんですね。そうなんですね、はい、でまたそこから反発して今回の急上昇につながっていくわけですが、はい、まあ、11月9日に 23,382円とバブル後の最高値を更新と、はいはい、いうことなんですが、すでに8日にですね、はい、200日移動平均線との乖離率が 15.8% まで上がってたんですね。去年の12月20日とほぼ、そうなんですね、面合わせ、まあ、はい、でなのでまあ200日移動平均線との乖離率が 15% を超えると買われすぎ感が強まると、ということでここからはまああの高値を超えずに、はい、調整局面に入るんだろうなというふうに予想してます、はい、じゃあ次のこうボトムまではこう日柄計算するとどのぐらい、そうですね、107、102ですからだいたい105日前後としますと、はい、来年の2月末ぐらいまでは調整局面が続くんではないかと思ってます。結構長いですね、はい、そうですね、でもこれだけ上がればやっぱりちょっと日柄調整、そう必要だと思いますね、値幅じゃないにしても日柄は必要ということで、はい、ことになるんですね、はい、そしてちょっと FX の方も伺っていきたいんですけれども、はい、東京金融取引所クリック365FX に10月30日メキシコペソ円が上場したということで注目なんですが、はい、どうでしょうか。このメキシコペソもですね、はい、まあ、あの最大の貿易相手国がアメリカですし、はい、隣アメリカの隣ということもあって、はい、非常にアメリカ経済に影響を受けるっていうのは日本経済とよく似てるんですね、はい、であのメキシコペソ円の動きを見ますと、この11月11日ですね、やはりそのトランプ大統領の選挙の直後トランプショックであんなに下がったんですか。そうですね、壁作るぞ、不法移民許さんぞって言ってた頃で、メキシコペソが急落して、はい、すごいボラティリティですね、はいはい、そこからスタートしてるわけですね、はい、ただあのメキシコもですね、過去2回ほどそのデフォルトを経験してますので、はい、通貨安に対するあの対処が非常に早いんですね、はい、まあ、そこからその緊急の利上げをしたりしてですね、メキシコペソを持ち直すわけですが、7月17日まで、はい、上昇しまして、はい、6円427円とこういう高値をつけるわけですね、はい、まあ、ただその後その北米自由貿易協定 NAFTA との交渉が不調になったということで、はい、反落していくわけですが、高値からの 0.38 倍押しのところで今ちょっと下げ止まっているような状況なんですね。トリプルボトムになるかなみたいな、ちっちゃい、ね、ちっちゃいレンジですね、まあ、ただこれ NAFTA 協定がですね、はい、実質あまり進んでないんですね、はい、なのでこれが不調となるとですね、この 0.38 倍押しのラインを割り込んで 0.5 倍ぐらいまでのまた下げはあるかなというところなんですね。半値押しちょっと覚悟しといた方がいいかなということでしょうか。そうですね、で来年はメキシコ大統領選挙が始まりますので、はい、政治的なリスクもいろいろ勘案されてくるということもあるとですね、はい、まあ、やっぱりちょっと上値よりは下値に敏感になるのかなという気がしております、うん、上場したからすぐにこうワクワクして買うというんではなくて、そうですね、引きつけて引きつけて、はい、なんなら先に一回売ってもいいよという感じかもしれないですね。まあ、スワップ1日118円ぐらいなんですね、うん、まあ、そうは言ってもその強力なトレンドがある場合は、はい、
いっぺんに買うよりはちょっと分散した方がいいのかなっていう気がしてます、はい、そしていよいよゴールド、はい、そしてプラチナも伺っていきたいんですけれども、はい、金ですが、はい、こちらちょっと長いチャートですね、はい、一昨年の12月中旬からのチャートなんですが、はい、ちょうど9年半ぶりの利上げをしてからニューヨーク金急反発しまして、一番左側、はいはい、そうですね、利上げと同時に上がるというのは面白いですね。そうですね、まあ、それまで要は利上げに関する材料が織り込まれてしまっているわけですね、はい、でそれから1年後の昨年の12月中旬、これも FOMC が終わってからニューヨーク金が急反発してまして、で今年になって3月6月の利上げ、うんうん、まあ、その都度上がっているわけですね、はい、で今年あと年内1回の利上げはこれ12月の FMC が残ってますから、はい、まあ、これが終われば同じようなパターンでですね、はい、ニューヨーク金上がっていくんじゃないかなと思ってます、はい、まあ、すでに12月の利上げも 95% 以上織り込まれてますから、仮に利上げを実施してもニューヨーク金にとってはそんなに弱材料にはならないだろうなと。逆に利上げがね、あのこれだけマーケットに織り込まれているのにそれを下げなかったとも言えますね、はい、そうですね、まあ、それだけ地合いが強いということだと思うんですけどね、はい、では東京金はいかがでしょうか、はい、東京金ですね、長期的に見るとですね上昇トレンドは続いているとは思うんですがもみ合っちゃってますね。そうなんですよ、もう9月からこの600円4600円か4700円の、まあ、完全にレンジに入っちゃってまして、うんうんうん、まあ、これいつ上に抜けるかなって感じなんですけど窓開いてるから、でもあの、ね、前回のお見合いの上限っていうのはそうですね、まあ、下がっても、4550円台がサポートになるだろうなというふうに見てます。じゃあ今足元はちょっと円高基調なので、はい、あの上のもみ合いの加減ぐらいまでは来るかもしれないですけど、 まあ、そこを来たらちょっと買ってみてもてみいいかなといいかなというような感じではありますね、はい、ではプラチナなんですけど、プラチナですね、はい、これがまあ冴えないですね、はい、ちょっとぐちゃぐちゃっていう感じで、はい、トレンド今ないですね、はい、でまあ、プラチナ自体の需給に、ね、大きな変化はなくてですね、はい、むしろその最大の生産国である南アフリカ、はい、これは今週ちょっといろんな材料があってですね、はい、23日に政策金利の発表があります、はい、そして24日にその大手格付け会社の格付けがあるんですね。どうですか格付け、今回どうなりそうですか。格下げされる可能性が高いって言われてますね。なぜなぜ、財政が悪化していると。あ、 GDP に対する財政がですね、非常に財務が、はい、あの悪化してまして、はい、にもかかわらずこの間はそのズマ大統領が、はい、高校を無償化するっていうようなことを言ってですね、はい、この財政悪化に何言ってるんだっていうんで、はい、ナンガランドが急落したわけですね、はい、そんなこと言うのは人気取りですか ね、 そうですね、評判悪いみたいですけど、はい、まあ、あの来月ね、はい、あのズマ大統領の後継者を決めるアフリカ民族会議の選挙もありますので、はい、まあ、ちょっと大衆迎合的な政策を出さざるを得ないという面もありますが、はい、いざ格下げとなればですね、はい、ランドが急落して、はい、それにつれて白金が下がるということもちょっと想定しておかなければいけないのかなというふうに思ってます。格付け会社はそういう財政悪化は見逃しませんからね。そうですね、むしろ新興国は一番そこに注目されるところだと思うんですね。そうすると足元やっぱりあのプラチナはちょっと下落リスクが大きいということになりますね。今週はそういう材料が出てくる可能性があるので要注意と、はい、そうですね、特に格付けですね、はい、となるとその金とプラチナの鞘なんですが鞘ですね、はい、もうこの番組出て長いんですけど、はい、まあ、9月27日に1306円まで拡大して、うん、ちょっと戻してますものの、うん、まだ1200円台、うん、で白金が急落するリスクが高いということになればですね、はい、この1306円を割り込んで拡大していくっていう、まあ、リスクも想定されるかなというところですね、はい、これじりじり上にこう上がって鞘縮小しているように見せかけてのですね、ズドンズドンですね、ズドンですか、はい、そうするとやっぱりトレード戦略としてはプラチナショートの金ロング、そうですね、まあ、どっちもちょっとボラ金のボラテリティが今ちょっとね東京は特に下がってますので、はい、あんまり興味はないかもしれないんですけど、はい、そうですね、この鞘の、ね、チャート見ても今本当小動きですからね、はい、あんまりこうトレード興味はないのかもしれないです。今週は特にプラチナの南アフリカの、リスクが、緩和されるというところですね、はいはい、そこに、注目しておいてください、はい、ということで一旦コマーシャルです。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
Market Scramble。 さて、サンワード貿易では続々とセミナーの企画があります。さあ、ご紹介してまいりましょう。まずは11月25日土曜日、今週末の土曜日ですね、はい、大阪にてなんとこの2人が顔合わせです。小次郎講師こと手塚浩二さんとマーフィーこと正木俊彦さん、はい、この2人はどちらもテクニカルの大家として大変有名なんですが、うん、一緒にセミナーやるなんて前代未聞ですかね。そうですね、はい、小次郎講師は移動平均線大循環分析、大循環マックD、そしてマーフィーさんは、スーパーボリンジャーとスパンモデルということで、はい、大変有名なオリジナルのテクニカルを、まあ、開発されて、それを使った解説で定評がありますが、お二方が集合しますので、ぜひお時間ある方、11月25日土曜日、大阪に足を運んでみてください。そして同じ日、なんと高崎には、投資の女神、株式市場で大変有名な甲賀晴美さんが、はい、セミナー開催ということで、はい、高崎の皆さん、ぜひ、甲賀さんに会いに来てください、はい、まあ、注目銘柄などもあるかもしれないですね、はい。そして11月29日水曜日は、東京はお茶の水にてミスターヒルトン氏が登場します。この方は日経225先物のトレードの専業トレーダーということで、はい、それだけで生計を立てているということで、大変著名な方です、うん、投資業界の著名人、その先物のトレードでどのように生計を立てているのか、そのテクニックを披露してくださるかと思います。そして11月30日木曜日はトコム東京商品取引所堀留町にて江守哲さんが登場します。さあ、11月30日はちょうどオペック総会の日ですけれども、江守さんは原油の、まあ、分析、コモディティの分析の専門家でいらっしゃいます。ファンドマネージャーでもいらっしゃいましたから、どのような、予想をされているのかということと、まあ、どのような値動きになるのか、それを受けた今後のアドバイスしてくださると思いますので、ぜひ11月30日木曜日、東京商品取引所に足を運んでください。そして12月9日、なんと陳さんが長岡に行かれると、はい、そうです、新潟の長岡なんです。新潟県ですね、はい、もしかしたらこの季節は雪が、ちょっとそれが心配なんですけど ね、雪が深いかもしれないんですが、陳さんが新潟長岡に行きます、はい、どんなセミナーになりますか。まあ、主に FX を中心に、うん、はい、まあ、あと為替に関連して、金のお話もできたらなと思っています。そうですね、はい、あの高金利通貨も続々とクリック365には上場して注目ですから、そのね、はい、あの戦略というか、どのように資産を増やしたらいいかというアドバイスを長岡で陳さんが講演されますので、皆さんぜひ12月9日集まってください。ということで、全てのセミナーのお問い合わせ先はこちらです。フリーダイヤル 0120-301-052 番、 0120-301-052 番、平日朝9時から夕方6時までお電話受け付けています。お気軽にお電話ください。あるいはマーケットスクランブルのホームページからサンワード貿易のバナーがございますので、こちらをクリックしていただければ、そちらからも詳細ご覧いただくことが可能です。皆様のお越しをお待ちしております。ということで、本日のマーケットスクランブルはサンワード貿易ストラテジストの松永英司さん、そしてチーフアナリスト陳長貴さん、このお二方と一緒にお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また来月のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。